どうも、オプショントレーダーの熊谷です。今回の、オプラボ的チャート講座は5回目ということで、2022年版モメンタムのトレーディングビュー設定方法という形でお話をしたいと思っています。実は2回目の動画でモメンタムに特集をしているんですけれども、まあ、そこからちょっと時間が経ってしまって、その動画でご紹介をしていたやり方ではモメンタム今設定できないんですね。ですから実際に今オプション投資ラボで使われているモメンタムと全く同じ形に出せるような設定方法を今回この動画でご紹介しようというふうに思ってますので、ぜひ最後までご覧ください。はい、ということで早速始めていきましょう。冒頭でもお話をしたようにナンバー2の動画ね、これちなみにうちのチャンネルで一番見られてる動画ですからね、ぜひまだ見てない方はね、見てほしいんですけれども、まあ、とはいえ、ここでご紹介をした移動平均線とモメンタムのモメンタムなんですが、まあ、残念ながらこの動画配信したのが2021年の4月29日、そしてこれを今収録しているのが2022年の4月12日ですから、まあまあ、ほぼ1年前だったんですね。で、そこから実は、ここで使っていたモメンタムが、まあ、ライブラリーでね、トレーニングビューのユーザーライブラリーで公開されていたものが、今は公開されなくなってしまっていて、この動画の通りだと作れなくなってるんですね。ですから今回の動画では、その作り方を再度ご紹介をしようと。ちょっとね、ややこしいんですけれども、一応同じものが作れますので、こちらご参考になさってください。はい、ということで、トレーニングビューの設定方法ですね。はい、まずその前にモメンタムを再度、ちょっとおさらいをしておきましょうということで、まずモメンタムは非常に大事な、インディケーターなんですね。非常にシンプルなんですけれど、なぜならば10日前の株価の終値をただ引き算してるだけなんですね。今日と10日前の株価のね、終値を引き算してるだけですから、とてもとてもシンプルな指標になっています。その割には株価の動きとか地合いを捉えてくれると。で、まずね、簡単に知っておいてほしいのは、当然傾きを見てください。モメンタムが上昇しているときは当然上昇側に力がありますよ、下降している場合は下落側に力がありますよということなんですが、もう一つ、ゼロラインよりも上か下かっていうところが重要になってきます。ゼロラインよりも上の場合は上昇側に力があるんですが、かつ上昇トレンド中だと。で、マイナスの時は下落トレンド中だというふうにイメージを持ってくださいね。特に株価がそこから上がってきてる時ってとかね、その逆もそうなんですけど、まだモメンタムは全然マイナスだったり非常に高い位置にあったりするのに、もうね、モメンタムマイナスなのにもう上昇トレンドで戻ってくるぞって勘違いしたり、その逆にね、モメンタムはまだ上の方なんだけど、ちょっと垂れてきたから、もう下落だと思ったらそこが押し目でもう一回上昇するとか。要は、モメンタムがゼロラインでも上にあれば上昇トレンドだし、逆は下落トレンドですから、そのイメージを持っておかないとダメということですね。そしてもう一つは、移動平均線。まあもちろんね、株価。これとセットで見てくださいということで、特にこのダイバージェンスですね。モメンタムと株価、まあ移動平均線の向き、これが逆になる。現象ですね。これをダイバージェンス、日本語で逆行現象というふうに呼びます。つまり株価上昇してるのにモメンタムが下落してる時なんですね。株価上昇なんですごい強いと思いきや、実はもう先走ってモメンタム下落してますから、これはもう天井が近いよというサインになります。一方で逆、株価はどん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 下落しててね、すごいもうなんか総悲観になりつつあるのに、モメンタムはもう底打ち反転してきたね。こういう場合は株価もその後底打ちをしてくる可能性があります。ですから、このダイバージェンスには非常に注意をしておいてください。そんなにしょっちゅう起こる、サインではないんですね。だからこそ、この特にトレンドの終わり間際ですね。上昇トレンドが長く続いた時とか、下落トレンドが、まあ長くというよりもね、下落トレンドの場合、一気に下落した時の、まあ終わりかけの時にはこれが起こりやすいので、先行指標になりますからね。まずここを注意しておいてください。モメンタムに関してはそんな形ですが、具体的にまずね、ダイバージェンスのところを見ておきましょう。これ、2021年、10月の19日です。10月の19日ね、ここ、まあ、株価はね、ガーッと下落してるの、これはもう記憶に新しい、岸田政権が生まれてからね、全戻しをしたところです。10月の中旬まで。で、そこで一旦底打ちをして、株価は上がってきました。モメンタムも上がってきました。ただ、
19日、ね、10月の19日、まだこの時点ではモメンタムが高値になるかどうかわかんないわけですが、後から見てね、わかるという部分で言うと、10月19日に1686円という、まあ非常に高いモメンタムをつけて、これが天井になってます。ただし株価は、じりっとね、一旦下がるんだけど、また戻してみたいな感じで、上値と下値を切り上げる上昇をしてます。モメンタムは上値を全然ね、なかなか超えられない。ちょっと上昇しても、直近の高値は超えられない。ちょっと上昇しても、高値は超えられないみたいな形で、じりじりと上値を切り下げていた。そして、そこ、レンジの底になった時は、マイナス圏に入ったり、もうギリギリね、ギリギリマイナス圏に入って踏ん張ったりみたいな形で、決して強くない形になっていたんですけど、株価はじりじりと上がって、ただ11月に入ると、まあね、上値は平行、上値は抑えられてるんですけど、下値は切り上げていると。だからまだなんとなく強いっていうところで、11月の下旬まで行くんですけど、もうね、モメンタムずっと下落ですから、ここ逆行だったんですね。このあたり私も動画で何度かモメンタムが逆行してるという話をしたと思うんですけれども、で、その状況が崩れた時ですね。まあ、具体的には5日移動平均線を大きく割り込んで、この、下値を切り上げてるラインも割り込んだ。つまりここで前回止まったような角度の下値切り上げも割り込んだ。ね、25日もここはね、実は終値で割り込んだんですけど、まあこういった形でちょっと大きくいろんなね、ラインをブレイクしてしまった時に、いよいよ株価はズトンと、もう1000円以上下げて、モメンタムもまあ当然下がってくるんですけれど、という形で、モメンタムが下がってるのに株価が上がってる時、これがダイバージェンスで、これが起こると、まあ株価がね、天井に近い、まあこのあたりからもうずっといつ崩れてもおかしくないという目線で見ておく必要があったということになります。で、もう一つ、非常にシンプルな、モメンタムのゴールデンクロスと、デッドクロスですね。こちら、黄色い方がモメンタムです。そして、水色の方が、もう少し長い足の、まあ、いわゆる、シグナルという形で捉えていて、そうするとね、まあ、デッドクロスをしたら、売りです。そして、ゴールデンクロスしたら、買いです。っていう形で見るだけでも、割と相場捉えられてますよね。ここも今これデッドクロスになっていて、まあ下落なんですけれど。で、ただね、こんな形で、騙しも結構出ます。モメンタムを単純にデッドクロスとゴールデンクロスだけでやってると、まあね、勝率は6割ぐらいかなと。ただ、この騙しだった場合はすぐ戻っていくので、まあね、ここでロングした場合、すぐに縦値決済とかにしておけば逃げられるという形で、早め早めの損切りとか、利確なんかを入れて逃げておけば、流れが出た時にはね、しっかりと取れる。なので、このモメンタムのデッドクロス、ゴールデンクロスを見てるだけでも、実はある程度相場感がつかめるぐらい、めちゃめちゃ優秀な指標なんですね。はい。ですから、まあ、うちのチャンネルでは非常に、重要視して取り上げているということになります。はい。ではね、ここからは、モメンタムの設定の方に入りたいと思います。冒頭でお話をしたように、今、オプション投資ラボで使ってるモメンタムっていうのは、インジケーターね、ユーザーライブラリーの中にないので、そのままでは作れない。で、まぁ、ちょっとね、昔の2回目の動画を見ていただいて、で、今のトレーディングビューは、まぁ、だいぶ UI とか、いろんなね、メニューの名称も変わってますから、まあ、かなりこうどうやっていいかわからないというところで、まあ、いくつか問い合わせもいただいたりしていたので、まあ、ちょっとね今日はこちらで修正版という形で動画を作らせていただいています。で、まあね、インジケーターなくなってしまったんですが、ただウェブの方、ウェブサイトで同じスクリプトが公開されている。スクリプトっていうのは、要はプログラムですね。プログラムの形で公開をされているので、自分で、そのプログラムをね、貼っつける、コピペすれば使えるようになります。パインエディター。このパインっていうのは、トレーニングビューの、いわゆるプログラム言語なんですね。これで、まあ、チャートとかインジケーターを簡単に作れる。だから、パイン言語を覚えておけば自分でいろんなチャートを作れるということになります。で、スクリプトが公開されているので自分でこのエディターで貼っつければいいよということになるので、その方法をご紹介しますね。はい、まず、公開していただいているウェブサイト、超入門トレーディングビューパインスクリプトというサイトで、まあ、ここにリンクを貼っておきますが、動画の方ね、概要欄にも貼っておきます。で、このスクリプトをトレーディングビューにコピペすればいいんですけど、ちょっとね、これ、さすがにスマホとかだと厳しいと思います。ブラウザでのコピーとか、そもそもスマホ版でパインエディターがあったかどうか僕ちょっと確認はしてないんですけれど、まあ、基本的にはこれね、パソコンでないと難しい作業かなという気がします。
で、まずこれね、コピペしといてください。後からでもいいですけどね。まずこれをコピペします。ちょっとね、スクロールとかちゃんとしないと、変なところで途切れた形でコピペすると動かないので、全部コピーするってことをね、きちっとやってください。はい。で、まず、まずね、これ日経平均の日足のチャートなんですけど、何でもいいんですが、まずね、チャートを表示しましょう。その下にモメンタムが出てきます。出来高見た、出来高とかとね、同じ感じで下に出てくるので、まず表示させたいチャートを出しておきます。まあ、普通にね、日経平均の日足なんかを表示しておくのがいいんじゃないかなと思いますが、まあ、こんな感じでね、まずは表示をしておいていただいて、はい。で、実際のここから、パインエディターで設定していくわけですが、はい。まずね、下です。一番下、ここに、まあ、いくつかね、これタブがあるんですけれど、パインエディターと書いてあるところをクリックして、青くしてください。つまり、今からパインエディターを使いますよというところで、ここをクリックしてね、アクティブにしてください。その後、右側にある、この四角いアイコン、これ全画面にするというアイコンなので、ここをクリックします。つまり、パインエディターを全画面で使いますよということですね。そうすると、こんな画面が出てきます。これがまあ、エディターです。まあ、よくね、プログラマーさんなんかが、こう、プログラムソースを書くエディターなんですけれど、最初、まあ、テンプレートでね、6行ぐらい入ってるので、これ全部、デリートして消しちゃってください。で、まっさらにしてから、さっきのサイトでコピーしたものを貼り付けます。普通に、コピーペーストでね、大丈夫です。そうするとこんな形で貼ることができます。だいたいこんな感じなんでね、なんかすごい短いとか、ね、きっと言うとうまくコピーできてないですから、まあ、こんな感じになるっていうのを見ておいていただいて、これをもう保存すればいいだけです。どうやって保存するかというと、この左上、名前なしのスクリプトっていうところをね、ちょっとクリックしてください。ここですね。そうすると、保存するね、スクリプト名、名前を決めてくださいと。まあ、英語で最初にモメンタムって多分デフォルトで入っていると思うんですけど、まあ、何でもいいです。ご自身がわかる名前ね、一応私モメンタムにしてますけど、名前を入れて保存してください。そうするともう、これが、皆さんが作ったユーザーインジケーターとして保存されたことになります。あとは呼び出せばどこでも使えます。ということでね、非常に簡単ですよね。やり方さえ覚えば非常に簡単です。はい。で、先ほどの、まあ、日経平均の表示をしているまた画面に戻ってきました。ただ、この時点ではまだね、モメンタム表示されていません。ですから、普通にいつもインジケーターでチャートを追加するように、今作ったものを追加するんですね。ですから、一番上のメニュー、インジケーターをクリックしてください。そうすると、インジケーターのね、検索パネルが出てきますから、ここで、はい、マイスクリプトにね、ここクリックすると、もうすでに登録したものが出てきます。私はまあいくつかこれね、テストでいろいろ貼り付けたりしてる残骸が残ってますが、まあ皆さん初めて保存した場合は当然マイスクリプトにモメンタムっていうね、1個今保存したものがあるはずですから、これをクリックしてください。はい、そうするとね、下に出てきます。ただちょっとデフォルトは、薄いグレーとね、グレーという、まあ、めちゃくちゃ見づらい色設定になってるので、これ色変更しないといけないですよね。はい。で、まあ、どこでもいいです。このモメンタム、どこでもいいので、ちょっとクリックすると、モメンタムメニューが出てきます。まあ、これは普通にね、モメンタムにかからず、いろんな移動平均線とかの設定変えるときも同じですね。チャートをクリックすると、こうやってメニューが出てきて、で、歯車のアイコン出てきますから、歯車アイコンをタップしてください。そうすると、変更パネルが出てきます。で、スタイルっていうところをクリックしていただいて、この線の色を変えればいいんですけど、まあ私の動画ではモメンタムを薄いクリーム色、黄色ですね、に設定をして、で、このモメンタム MA っていうのがこの水色の、まあいわゆるシグナルと呼ばれるちょっと長期のモメンタム足になってます。で、これをまあ薄いブルーにしてるんですね。で、あと線の太さも1段階上げてます。そうすることで見やすくなるので、まあ本当にここの設定を変えただけ、時間、数字とかは一切触っていません。はい、そうするともうこんな形でね、いつも私が動画でご紹介をしているモメンタムのチャートが出来上がりました。非常にシンプルですよね。で、あとは別にニューヨークダウとか S&P とかトピックスとかチャートを表示して、さっきと同じようにインジケーターからモメンタムってやれば各チャートの、まあ、モメンタムがね、表示できるので、それをインジケーターで保存しておくと日経平均の日足とモメンタムとかトピックスの日足とモメンタムみたいな、まあ、チャートセットを保存することができますからね。はい。毎回毎回チャートにモメンタムで呼び出さなくても、これをセットにして保存しておけばいいということになります。まあ、こうしておけばね、いつでもモメンタムが使えるようになっていますので、
まあ、またね、これ、いつまであるかっていうのはあるんですけど、スクリプトは私の方でも保存をしているので、なんかあったら、サイトがなくなったりしてもね、もうこのモメンタムは多分ずっと使えるかなと。で、もしそんなことがあれば、また動画の方でこのスクリプト、ソースをね、貼ったりしますから、まあ、まずは皆さんもこうやってもうね、設定をして、自分でトレーディングビューのインジケーター、マイスクリプトの中に作っておいてください。そうすれば、もうね、いつでも使えますからね。はい、ということで、今日ね、5回目。はい、まあ、こんな形で終わっていきたいと思います。ぜひ、このモメンタムね、皆さんも設定していただいて、毎日見る癖つけてくださいね。さっきも言ったように、ダイバージェンスとか、それからゴールデンクロス、デッドクロス、これを見てるだけでも相場の地合い結構つかめます。おすすめです。はい、ということで、いかがだったでしょうか。また次回ね、チャート講座の方もじりじりと進めていきますので、6回目以降もぜひ見ていただければと思います。はい、また、それではね、次回のこのチャート講座でお会いしましょう。またね。